リオン師匠のふかつりぼりーリオン師匠こんにちははいこんにちは今日もよろしくお願いしますはいまあねあのさまあ今日も収録なんだけどはい大変なんだよ今 あ、あのインクスの仕事的な意味ですか。<laughs> IRCT。<laughs> おお、リール関連ですね。もうあ,あのリール関連がもう、うん、あの本格的なお披露目ね、あの特にキープキャストをはじめとしたイベントで、はい、実機を実際のものを皆さんにね、あの会場にいらっしゃる皆さんで触っていただける、はい、状況をなんとかあの一番ベストな形でね作り上げるべく。 おん毎日忙しくてさこまごまと。<laughs> はい。ということで、えー、ちょっとね頭の回転悪いかもしれない。逆にいいかもしれない, <laughs> い。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日のお題はですね、えー、ルアーにのに関するお題になります。ズバリですね。海ではポップ バーやラトル音が強いルアーは忘れるから、良くないと聞きました。レオン師匠はどう思われますかという質問でございます。<laughs> あとね。ずいぶん聞いたなそれも。うんうん、あの音出すと擦れるからって。はい。うん、だからやめてくれとかね。あの、あんまり、そのいわゆる、まあ、バス用語で言うのはノイジー、ノイジー系のプラグなんか有名だよね。そうですね。 パッタンコパッタンコ,パッタンコ言ったり、うん、ジャらルって言ったりガシャガシャガシャって言ったりそういうことだよねそうですねだからこれラトローンに限らないよねそうノイジー系全般のルアーってことだと、ね、ラトローンっていうのは、はい、プラグの中に入ってるウェイトシンカーやあえてジャラジャラ言わすためにそのちっちゃい鉄球をたくさん入れたでルアーがアクションするとカタカタカタという音を1個でカタカタいう音と50個入れてジャラジャラいう音と いろいろあるわけさ、これをラトロンって言うよね。はい。で、質問者の方は多分ラトルンだけで、今ね、ちょっと。あの、ご質問されたんじゃないかと思うんですけど。まあ、九べんも今言った通り、これ。ノイジー系、どうなんだって話なんだよ。はい。うん。はい、ということでね、お返事し,しましょう。<laughs> えっとで、ね。まずね、えー、あるエピソードからお話し,します。はい。僕がカルフォルニアに三年間。 えー、いた時期がありまして、はい、で一番たくさんやったのがバスフィッシングなんだよね、うん、やっぱ本場アメリカでねしぼれタフで、えー、レンジャーボートを引っ張っていって大きな湖で、ね百えー、水面で湖面で百何十キロなんかの200馬力ぐらいの船外機でぶっ飛ばしてってかっこいいじゃん。<laughs> かっこいいっすね想像しただけでちょっとかっこいいですね。 おまけに10本以上のバスがうじょうじょいるよみたいな湖もあるわけさ。おお<ー>、うん。まああのー、本当に申し訳ない、<laughs> 遊んできました、<laughs> 3年ぐらいで。<laughs> でねあの、カリフォルニア郡にはあのー、キャステイクという有名な湖があるのね。はい、で、ここは琵琶湖に破られるまでは20何年間ぐらいだね、その世界記録のバスの記録が。 保持されてたの、そのキャステイクで釣られたのがね。うん、で、あのキャステイクルアーなるものがあるのよ。キャステークルアうん、えージョ、ジョイントのプラグなんだけど、えー、はいあのニジマス風に作ってあって、ジョイントで。ああ、なるほど、デザイン、デザインがニジマス風になってね、うん。で、今で言う、その日本で言う,言うところのビッグベイトだよ。 僕が行ってた頃ってもう25年とか30年近く前の話なんだけど、はい、30センチのジョイントプラグよ。おービッグベイトとか,なんかジャイアントベイトっていう、うん、ですね。はい、でそれ値段高かったんでそれ1個しか買って帰れなかったんだけど、はい、ワームにもうすでに中にあのフックがインサートして溶着させてあるやつがあるよね。はい。ワームの背中に まあ日本のソルトルワーマンじゃ見たこともないようなでっかい針がにょんって出てるやつ。<laughs> <laughs> えっとね何、えー、だったっけあ名前忘れちゃったよ。まあ、ーワームなんだけどシャッドテイルのワームなんだけどシングルフックが背中へボコンって出てるやつ。はいうん、それをお土産でね10個ぐらい買って帰ったの。うん、<で> <laughs> 地元ののつけのお店で これいいだろうとか言って、自慢して見せびらかして。だかみんなピンとこする、ふうーん、何釣るん、それ、まぐろみたいな感じなんだよね。<laughs> <laughs> でも、そうです。そうです <laughs> バスとか、あの、ストライパーっつって、あの、シーバスの一種ね。はい。淡水シーバスみたいな、線が入ってるから、ストライパーって言うんだけど。まあ、あと、パイクとかね。はい。あの系を釣るためのルアーなんだけど。あの、普通にバス食ってくるのよ。 おお、デカバス専用ルアーみたいなね。うん、うん。で、それをお土産で買って帰って、で。こっちで日本で使ったら、どうなんだろうってうんだ、あの、山口県のリザー。あのね、リザーバー。バスウェル、リザーバー、湖、ダム湖って、実は広島県にはものすごく少なくて。はい,は,いはい、はい、えー、はい。え僕たちが行くところは、九割方山口なんだよ。ああ、そうなんですね。なるほど、うん。山口県にリザーバーがいっぱいあるの。うん。で、ある日。うん。 JB のトーナメントの友達と一緒にある日、山口のリザーバーに行ったのよ。はい。で、それと驚かしてやろうと思って、その、でっかいワームを隠して結んで、ボートからベーンと投げたわけ。はい。で、重たいんだよ。もうね、うん、50グラムとか80グラムとかあるのよ。ドボンってなるやつですね。もうドボーンなのよ。<laughs> <laughs> したら怒ってさ、そいつが。 賀クさん何や投げたんっていうかいやいやこのあとキャスティックで買って帰ったあのビッグベイトのワーム投げたんだ」っとかたら「いやちょっとやめてくれる?っい」って言うから「なんで?」って言ったらね「魚が逃げる」って言うのよ。うんいやほらドッボーン言った瞬間に逃げるかもしれないけどねお俺はもう経験者だから分かってるから <laughs> 怒るんだとにかくそいつがドッボーン言わしたら <laughs> もうね、あのー、本人の名誉のため名前言わないけど。 いいやいやまるまるちゃんこれがねとんでもないコーリングパワー持ってんだよ誘引力あるんだよって言ったら「うん、すか?」っていうからまだあのプロのバストーナメンターでもあのビッグベイト使ってなかった時代だからね25年ぐらい。うんなるほど <laughs> で「お見てこないよ」って嘘じゃないからって騙された思って「見てみ」ってもう一回ドボーンとこういそうなところに投げてガーッと巻いてきたら。はい 40オーバーから50オーバーぐらいまでが十何匹後ろについてくんだよ。ずるーずるずる,ずるって。あはわらわら。そって、ゴン、ゴンって当たるけど、うん、手で示すね。こんな大きなフックだから。あ、そうかそうか、なるほど。<laughs> 一切乗らないんだよ。<laughs> <laughs> <laughs> でも、握るじゃなくて、寄ってきてるじゃん。うん。も、ま、う、あ、30センチくらいのニジマス食ってるからね、普通に。確かにそうですよね。うん。いいうようなエピソードがあるんだけど、 もう一回言うね例えば堤防とか公安部とかで相手がメバルアジまあタチウオシーバスうーぐらいをターゲットにその公安部で釣りをするのに、えー、ラトロンの強いルアーを投げましたはいそしたらどうなるかだよねうんはいじゃこれね、えー、ちょっといくつかのね僕自身がこの30年間ぐらいで経験したことを踏まえて 実例でちょっと紹介しましょうね。はい、お願いします。えっとね、もうしの後の言うよりも結果で言うね。はい。二十年ちょっと前だな。えっ、ー、と広島の地元の友達と一緒に倉橋島へえー、秋10月11月にタチを釣り行こうっつって行きました。はい。うん。で。 前日に行っててすごくよく釣れたからみんな誘って行ったわけ5人でね。でもう前日に僕はり分かってたから何が分かってたかって言ったら、えー、広島県の離島諸島で、えー、公安部の堤防の明かりつきにあの餌が集まるからそれを食べにタチウオが浮いてくんだよね。 おお、なるほど。目視できるんだ。これ瀬戸内育ちの人じゃわかんないかもしれないけど。堤防の先端でこう海見てたら、もう海面下でギラーギラーって見えるんだよ。おお<ー>。いい時なんかは、片口岩しかなんか入ってきて、もうそれがちゃちゃっと逃げて。立ち寄って、ギラギラと追っかけてるのが見えるのうんうん。この時は。当時ね、結構有名だったのが、あダイワさんの細長い箕面で。なんとかシャローランナーみたいな名前だったけどな。 うんを投げればもうすぐヒットするだよタチウオ。うん、ところがねタチウオがいつも浮いてるとは限らなくてあーなるほどすごい沈んでる時はねえっ、ー、とね当時使ってたのがねマール・アミーゴという樹脂系のバイブレーションプラグ知ってる知らないです。マール・アミーゴ検索してみてみ,てみんな、はい、皆さんも見てマール・アミーゴねすごく素晴らしいあの 割と重たい樹脂の、あのヘビーシンキングの。バーベレーションプラグです。うんだから、海ですごく扱いやすいわけ。ヘビーシンキング。なるほど。なるほどそれを、もう水深にじめたところ、あのボトムまで沈めて。そこからぐるぐるぐる巻いて、タチ刀オドーンとかさ。うんあるいは、僕はちょっと変わったところでは、その沈んでるタチ刀オに対して。あの、十センチくらいある。アイスジグ。 はい、をボトムからこうパンパンとこう飛ばしながらあれほらワインドすするじゃんそうですねアイスジグを下からガン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 とワインドさせて止めてバター上げてっつって、あのー、そこに沈んでる立ちを釣ってたのね、うん、で前日にあ浮いてないなってのが分かったし当日行って車パターっと置いてパッと買い目見たらもう浮いてないなってのがこれ一目で分かったから五、うん、人でじゃんけんするわけ。 いやあの昨日もそうやったけど今日も沈んでるっぽいからあのじゃんけんして負けたやつにバズビートバズビート分かんない人はちょっとあの検索するなり動画で見てあのこう,うアルミのプロペラのでっかいのがこうついてて着水と同時に巻くとジャーって音立ててくるこれ回転系のルアーなのね。うん ワイヤーベイヤベトと呼ばれるスピナーベイト知ってる人ならバズベイトも知ってると思うスピナーベイトよりもさらに水面よりであのプロペラが水面に出てて水と空気をこうかくしながら食るタイプのルアーなんだけどあのしシャーとかジャーとかすごいよとかするのこれを巻いたらその20メーターぐらいの水深の底の方にいる タチが全部浮いてくるかじゃんけんで負けたやつはとりあえずみんなが支度をしてる間30頭ぐらい巻いてくれっちゅうじゃんけんをした <laughs> でその彼に四方八方に投げて浮かしといてよっつったら「おう分かったよっ」あとはもうせっせとその自分が好きなこれで釣りたいこれで釣れるはずのルアーをこう支度してるわけ。なるほどで準備できました。 <laughs> よしもういいぞーってお,お前も自分の好きなのをタックル用意せいって言ったらよっしゃーみたいなでシャーって30頭ぐらい投げてもらってるから水面系のルアーがいきなり機能を発するわけですよ。お<ー>浮いてんだもんたちうん。これをどう考えますかって話なんだよね。う うん、もう一つはね、これはコロナに入る直前か、入った直後かぐらいかな、えー、地球さんと、えー、東京湾でメバルのトップゲームで遊ぼうよって言ってね、多分4月の中盤か5月前後ぐらいだったと思うんだけど、あのボートで出たの。はいで 船長がポイントつくなり「レオさん今日ちょっとトップ無理かも」っていうのね「なんでなんで?」っつって地球さんと僕が船長のとこ行ったら「これ魚探見て」っつったらねあの船長プロの船長だから魚探の反応を見るとどれが目張るか分かるわけさうーん今どれぐらいの推進下にいるかがもう分かるわけですよね<そう> <laughs> すぐ俺もマイボット持ってるし魚探も使えるしある程度分かるんだけど。 これがメバルなんだよって言,って言うわかけ船長が、うん、うわあやっぱりプロの船長すげえなーと思って、えこれはメバルなの？っ,て言ったら、そうこれ全部メバル、間違いないの？っ,て言ったら、誰だと思ってんだってか言って,言われて笑って <laughs> <laughs> これ7メーターなんだよ水深が。おお沈んでますね。これトップじゃちょっと無理だよもうジュゲットの重たいの入れてもらうしかないよっていうの。んで地球さんどうする？っとたら、まあ、地球さん結構頑固だからね。 <laughs> うわあ、とりあえずほらまず投げてみるが大事でしょうって、うん、ダブルスイッシャーシングルスイッシャーポッパーペンシルまあまずはキャスト練習兼ねてまず投げましょうよっつって二人でダブルスイッシャーやポッパー結んで投げたの、はい、でお互いが10二20ぐらいしてる時に船長が声出したおおーって「あちょっとちょっとちょっと」っていうの。 なんですか俺たち Q さんが水面系のね最,最初にその君が言ったようにあのノイジー系じゃん。はい、シャララララっていうスイッシャーとね、うん、ポッコンポッコンポッコンというポッパーとね、えー、それからペンシルは俺あの時あのザラパピーとかそ他のも使ってたから、うん、結構中であのノイズがラトルがノイズ立てるんだよな。 カランカランカランとかシャリシャリシャリとかをうん、うん、地球さんと俺が20頭ぐらい巻いた時点で船長が声を上げて「うおちょっとちょっとちょっと」っていうか「船長どうした?」っつったら「浮いた浮いたメバルが浮いてる浮いてるどんどん浮いてる」っていうの <laughs> すごいですねそれは。あんたたちが投げてないで浮いてるって言うからその時俺はもうさっきの太刀のオの経験とか昔くらいあるんで。 うん。あ、やっぱコーリングするよねって普通にと思って。うん。よっしゃあってもう、あのー、どんどん投げたよね。うん。船長が来た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 きた、ほら、いけるいけるいけるって、どれぐらい来てるったら。もう水面下1メートルぐらいのところまで。その7メートルのとこにいたメバルのこの。横に広がってる列が。全部が上がってきてんだよ。おお<ー>。よっしゃ、ということで。それぞれ。 地球さんがね、たあの時に、えー、ステルスペッパー、はい、で、僕がスープラ、うんまあ、それぞれ自分が一番釣りたいルアーをに結び替えて投げたわけよ。はい、いきなり釣り始めた。それまでうんともすんともいらんかった。おーパーサー,ー,ー、そっから延々1時間釣れっぱなし。<laughs> すすごいですねね水面シャラシャラとあのジャリジャリ系ね要するにラトル系、うん、全部聞いていわゆるその水沈んでる魚を水面下までおびき寄せることができましたうーんこういうのはねエピソードが一番いいと思うよもう一個はやっぱりメバルのエピソードなんだけど山口県の大島郡っていうところにあるある堤防で、はい、そこはね 堤防、えー、の先端にものすっごい明るい電気がついてるのよ。はいでそこって内湾、潮干しがいい割には内湾の割には潮干しがいいポイントなんだけどうん、うんね、水深がね5メーター。5メータータ、うん、でそこは結構ゴルタイワがちょこちょこちょこあと藻が点在してる状況でうん、うん、冬になるとね、炭潮になるのね。はいで すごく照明が明るいもんだからあの海底が全部見えるのよ。ああなるほど。水の中丸見え。うん、<laughs> その日二人でついて丸見えのとこ見たらもう小魚一匹エビ一匹見えないのよ。うんこうれ泊達と二人で行ってたんだけどこれダメだぜ今日はらいやーマジって生命反応まるでないっすねって。うんダメだね これポイント変えようかつったら「あっデさんちょっとその前にこれ見てほしいんだわ」つって「え何?」っったら「これね最近すごい気に入って使ってるポッパーなんだけどね」つってのポップアール持ってきたのよ。おおポッパーアールはいはいポッパーアール知らない人は検索して <laughs> アメリカンゴールドルワーで名品名作と呼ばれてるポッパーなんだけどそのちっちゃいのがあるよねはいメバルつるのにちょうどいいサイズのねポッパーアールないかなないな おポップアール買ってるじゃんこいつと思ってあそうなんだ何がいいのってったらこれね音がねメバルつるのに最高のサウンドなんですよ音の大きさといい音の種類がいいんですよっていうので「へえー、やってみて」って彼ピュッと投げて馴染んだところからポコンポコンって言わすの、はい、で「ねレオンさんいい音でしょ」ってまあ俺知ってたんだけどポップアール。<laughs> <laughs> まあ、あんまりね「知ってるよ」って言うのはダメですからねそういう場面ではね「はい、え?」って言ってあげないと「<laughs> おおすごいね」って言ってでしょこれねでポップオンだけじゃなくてあのカップポコンってポップさせた時にあのカップから水弾きますよねチャッってよく聞いてたらチャッと言うともしますからって割とこう手前近くまで弾いてきてそこでポコン と同時にシャッと音がするわけ、水が飛び散る音がはい。ポコンシャッ。ど時だけどね。よとしょとか。いや、確かにいい音だ。スプラッシュ音まではあよそこまで気にして聞いてなかったなと思って見てて、次のアクションをその友達がポシャッとかけたときに、すごいうこと起きたんだよ、キューベ。お。近いからさ、距離がはい。明るいしさ。丸見えなんですよね 超クリアウォーターで <laughs> み、ま、そこの状態が丸めだったの。で上から見下ろす角度だよ近いから。はいはい、ポしゃンって言わせたら5メーター下の岩の横からビュッって黒い影出てきたの。お,<ー>おっと思って見たら二人が「あっ!」って手が止まったぐらい。5メーターだよ間違いなく。うんうん、この5メーター下からビューってまっすぐ真上。 真上までビャーンと進してポッパーのコモン加えてギューンと戻っていったよ。<laughs> 衝撃なシーンですね。いやあいろんな衝撃シーンをさ経験したけどね。あのもうその時点でもうペンシルやポッパーでメバルはもうさある程度以上自分で釣って体感はしてるわけ僕は。うん。 でもねその時に僕自身が学んだことは、こんなに遠い距離からでもコーリングできるんだっての知ったのよ。うんうん。驚きだったなはい、じゃあ次のエピソード行きましょうか。はい。ラパラのルアーって有名だよね、世界でも最も。はい。ラパラってラトルサウンドのあが出るそのプラグってたくさんあるじゃないはい、今いっぱいありますね。全部音違うよね。 ううん、これ何でだと思うやっぱそれぞれあの、音のに狙いがあるんですかねどういう音を出したいっていうルアーによってそうあのさこれ正しいかどうか知らないよものの本で読んだんだからラパラがね初めてあのラトルがラトルブルがたくさん入ってジャラジャラいうプラグを作った時代があるのねはい。 何十年も前とか100年近く前とかなんだろうけどで近年ね近年といってもそれを俺文献読んだのが多分30年ぐらい前なんだけどねはいあのラトローンにはどういう意義と目的とまあギミックというかその物理的な要素があるんですかって質問したらねラパラの技術者がえっ、ー、とねあれはねミシン はいはいニシ,ニシンっていう魚がいるよねはいニシンの信号はいがざーっと群れて泳ぐときもしくはフィッシュイーター狙われてざーっと逃げまうとき逃げ惑うときの音ねを物理的に計測してその音を再現させたら取るだっていうんだよ。おお<ー>。うん。 あってすごいですね。じゃあ今の時代いろんなねインクスも含めてプラグ作ってるメーカーさんがいてラトルめりたりするけどそこまで科学的な検証まあ科学的ってね言い過ぎにしてもさ物理的な検証しないよねなかなか。ええええ。ええ、これカタクチイワシの音です。これあのそうねシーバスなんかでやったあの吐ゲームがいた吐うんうんうん。ボランの事業がたくさんいる。 これ白の集団の音ですこれカトクチイワシの集団の音ですっていうところまで突き詰めてはいないよねそうですね <laughs> まあ余談をさておきだね音出すといい時が多いんだよ結論で言うと、うん、でここでね一番重要なのは僕自身が例えばスープラスープラ作る前だとえー、タイニートーピードのメバルチューンなんてのをフィッシュインで僕は作って 販売ししてたりしたりよね、はい、あの時にすごく気を使ったのがメバルが1年間で常用食してる餌で最も多いのはあの微小浮遊生物わ、うん、かりやすく言うと硫化ベイトのプランクトンなんだよね、はい、もっとわかりやすく言うと網だよね、うんうん、僕はね幸いなことにその奥さんがうちの嫁さんが山口県出身で小野田っていうとこが実家で。 ななんんと加工部のすぐそばなんだ実家がでじいちゃんがねあの木で木と竹で作ったその加工部びゅーっと張り出してる桟橋へ「おい来いや」ってあの夏,だ夏休み行ったからさ息子連れて「は歯、い、ゼ釣るんだ」っつってその桟橋に連れてってくれたの。うん、でじいちゃん桟橋のそのちっちゃい木と桟橋なんだけど先端につ連れてってくれて。 網目の小さな三角のネットを出すのよ。はぜ釣りに来たとか言いながら何すんだろうと思ったら先端に「おいちょっと待ってのっつって網持って先端にしゃがみ込んでじーっとしてんのよ。はい、でそのうちジャッてやるのよ。おうおう音を出すんですね。網で。網で救ったのよ。<う>あ何救ったんだろうと思ったら「おい、まあ、俺書匠なんだよ。おいタクちゃんちょっと来いや」言われて「あ何?」っつったら。 網いっぱい取れたぜ、つってお<ー>網網よ。ってあの生水域加工部に、ね、集団で入ってくんだよね。はははいはい、はいで。それが来るのを待っててこう塊が群れが。で網でジャッとすくって「取れたぞ!」ってバケツにララ入れてもう全部透明で綺麗なんだけどそれを3回繰り返して。 「これ今晩の酒のあてや踊り食いするぞ素醤油かけての」みたいなこと言って<ー>で「たちゃんやってみろ」って言うから「おありがとう」っつって,ってその網枯れてそのちっちゃな木の桟橋の先端で海面がね30センチぐらい下なんだよ。丸見えなんだけどこうやって見,えた見てたらその水域川を登ってくる網の集団が僕の距離から約1メートルぐらいの距離で。 じゃって逃げるのよ。はい。で、俺釣り人だからお、逃げてるよって後ろから何か来てんなと思ったらあの20センチぐらいのチーヌとか30センチぐらいのセイゴがさ、網を食おうとして追っかけてるの。おお<ー>。それで水面までバアッと打つめられたらね、網がじゃって逃げるわけ。うーん。皆さんここ大事よ。めっちゃくちゃ大事だからね、<laughs> ちゃんと心きて聞いて。 何で、はい、<laughs> 見返して聞いてこの網が逃げる音これが、えー、メバル用のトップウォータープラグにものすごく重要な要素なんだようんこれをね俺はタイニートーピードをメバルチューンするときに一生懸命頑張って再現させたんだよあなるほどうん トーピーピドはで、っかなりますで、ベビートーピードとかタイニートーピードとか大きさが何種類もあります。うん、で、一番小さいやつについてるペラですら、音が大きいのよ。はいはいはい。で、これ、質問者さんがおっしゃるように、これでじわっとやったら、メバルやアジはとりあえず音が大きくてびっくりして、パッと散るよね。でも、餌の音まで落としてあげれば、 逃げるどころかジャッと言わせたらビュッと寄ってくるのようんなるよなほどこれ,、うん、これを実際に目と耳で俺は確認したのそういうそのじいちゃんがすくわせてくれた網その後の堤防に行って水面観察して造影屋だの網だのいろんなもんが登ってきてそれを目張ルやじがちょパタパタャ食ってる時をね釣る手は止めといてあのナイトスコープまで持ってって見てたからね。なるほど うん、じゃあいかに網が集団で逃げる音をペラで出そうかとした時にいろいろ自分でやってみてこれが一番近いなって思ったのがあの5ミリのペラなのよ。お<ー>5ミリのペラでなおかつ当時流行ってたよね多分キューベンなら知ってると思うんだけどシングルスイッシャーで プロペラが樹脂のやつだったよね、透明の。はい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 。プラスチックの。はい。あれと金属ペラとどっちがいいんだって話だよね。ああ、そのペラの素材で音が変わるっていうこと音変わる、見え方変わるよね。うんだからね、本当にね、樹脂ペラプラスチックペラ、えー、それからステンレスのペラそれから鉄、スティールのペラアルミのペラいっぱい試した。うん、はい。うん、ステンレスが一番良かった。 おスステンレスこ,と、うん、こと公安部のメバラジだとステンレスが良かった。でなぜかというとあのしっかり回る軽,く軽すぎないからするとサウンドがいい。うん、でサウンド自体は形状とラウンドにするのかシュッとこうとんがったりにするのかまん丸にするのかでサウンド変わるし大きさでまず変わるよね。はい、で、えー、厚みでも変わるよね。そこをいろいろろ考えた結果 えー、すごくいい大きさを自分なりの編み出したのを今はスープラというプラグに利用しているわけです。うんなるほどでこれを投げてちょっと落ち着いたところでティップでチャちゃってやるとシバッシワッっッていうこの音が、うん、ノイジーだからうるさいから魚が逃げるかっつったら逆ですよって言いたいうんうんう。 最終的かつ合理的な答えはまずここです。なるほど。うん。でこれがラトルに限らずって話です。ペラでもっていうことです。うんただ、さっきの僕の話の中にヒントがあるんです。びっくりして逃げる音もあるんだよ、中には。う,ーんうんだからそうじゃなくて、自分がその質問者の方、ごめん。あの さっきの質問者の方って魚種はなんか限定してた魚種は限定してないんですけどでもあの海のソルトっておっしゃってたので多分まあメバルとかアジとかのイメージなんだと思いますねああこれね、あのー、質問をお寄せくださる方くださった方今から質問くださるであろう方視聴者の皆さんよく覚えといてくださいあの。一生懸命いろんな質問にお答えしますけど どんな場所でどんな魚をどんな釣り方でっていうふうにおっしゃっていただかないと釣り方がわからないんであればどんな場所でどんな魚をって限定していただかないとあの明確な答え出せないんでね, <laughs> そうですねなるべく詳細に教えいただけると <laughs> <う>あの答えもね言いやすいのでうだろう でまあまあねそのインクスレーベンのレオン各に質問してくるんだから一応メバルかアジだろうという想定のものしか答えられないんだよ。<laughs> でもまあそうだとして答えてもさっきから言う通りであって音が大きすぎたり音が荒すぎたりするとあの確かにメバルやアジは個体として小さいのであるいは通常他人に食われる宿命を背負ってる魚っていうのはすごく敏感なの。 うんうん、じゃあ、マグロがジャイ言わせたら逃げるかっ逃げないっしょ。そうですね。ねえ、えっ、ー、と、そうだな。淡水で言うなら、僕は小学生の頃から釣ってたかわかるけど、雷魚。はい,は,いはい、はい、はい。ぼっちゃんとかガシャー言わせたら、雷魚は喜んですっとんでくるからね。うん。でも、タナゴや、オイカわや、タワむつやふ、マブナは逃げるからね。うん。そこを踏まえて、 あの今回の質問さんの方にはもの物を考えてくださいねって思いますね。今日のあのいた,だいた質問の趣旨とはちょっとずれるかもなんですけど、うん、いわゆるそのノイジー系の、まあ、スイッシャーがついたものとか、うんまあ、スープラみたいな音が鳴るものでポ、うん、ップで釣りたいというユーザーさんも結構いると思うんですよ。今日のお話を踏まええると例えば 数頭して2、3回、じゃってやったから、今日はトップ出なかったって諦めるんじゃなくて、実は、ちょっと粘ったりして、その呼び寄せる時間を持つというか、なんかそういうのも大事だったりするんですかね。めちゃくちゃ大事。いつもとは限んないけど、せっかくなんだろうなんだろうと思って、うん、遠くから寄ってきてるやつと、下から見に来てるやつと、 常にそういうことがあると想像した方がいいよね。うん。おうって見に来るやつもいれば、怖がってじわじわ遠巻きに見てるやつもいるよね。うんうんうん。でも遠巻きに見ている中から一匹浮かんでてパクッと食ったらと、他の遠巻きにしてたやつはどうします確かに。食べに行くでしょ、みんな。あ、食えるんだ。ねえ。 自分で物を決めれない連中がいるわけさ。うん人間でも一緒だよ。真っ先に怪我しようほうが死ぬかもしれなかろうが何だろうが真っ先に俺が食いついてやるんだみたいなこんなアホみたいなおっさんもいるしね。でそれはき危険と背中合わせではあるけども誰よりも早くね獲物を手にすることができたりするじゃん。はい だからい、ね、命っていうのは常に一律じゃないというふうに、ね、考えないと魚釣りして上達しないです、ねうん、その普通の方法じゃ絶対に達成できないようなやつを釣ろうとすると全く別なことしなきゃならんとかいくつかの要素があるよね。うん、ねそこを考えながら釣りしたら、あのー、もっとルアーフィッシングが楽しくなるし奥深くなるし遊戯になるしそれを。 自分がやった時の達成感が何より釣りの楽しさだとね。うん。あれですね。ルアーーパワーを信じるというのも大事ですね。ですねはい。常に左右、上下、奥行き考えて、うん、逆のパターンが常にあるということを踏まえながら、あのー、こういった物事を考えていただくとね、いいかなっていうのが、ね、最後のお返事です。ありがとうございます。 視聴者の皆さん、あの、今日の動画の感想だったり、あと、レオン師匠にこんなこと聞いてみたいとか、もうちょっとこういうところを話してほしいっていうのがあったら、ぜひコメント欄までよろしくお願いします。あと、まだこのチャンネルを登録していないという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、あのレオン師匠のモチベーションにもなりますので、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。グッドボタンお。はい。花火をください。<laughs> <laughs> ではリオン師匠今日もありがとうございましたはいじゃあまたね